こんにちは、シエルです。今日もフロリッシュの仕入れをしていきたいと思います。こんな感じの裏模様。なんかさ、喋りながら練習するとさ、結局レボリューションカットしてる自分がいるんですけど、ちゃんと練習したいね。私比較的出張マジックが多いマジシャンで、今のところ47都道府県のうち43都道府県に行ってマジックショーしました。で、行けてない県が長崎、大分、秋田、山形、この4つの県だけまだ行ったことがなくて、プライベートではあるかな、プライベートでもないか、その4県でねマジックショーをしたことがなくて、2018年の目標がその4都道府県を制覇して日本全国制覇を去年目指していたんですけども、秋田、山形からの依頼はなかったんだけど、九州の方はね、実はね依頼は来てたんだけどね、スケジュールが合わなくていけませんでした。はい、ということで2019年もこの4都道府県に行ってマジックショーができればいいなと思っています。そしてね、日本全国制覇まずは1周ねして、これからも2周3周とできたらいいのかなと思ってるんですけども、マジックの仕事はね日本全国でいろんなところであるなと、まあマジックをやればやるほど感じてるんですけども、以前ねマジシャンの方から私のホームページに問い合わせがあって、その内容が、まあ、マジックのアシスタントをやりたいんですけどっていう話から始まってるんですけど、その方が地方にいるのでちょっと東京に出てこようか考えてますみたいな感じで、その方が言ってたのが、まあ、地方にいるとちょっとマジシャンとしてやっていけないですよねみたいな話だったんですよ。ただそこで思ったのが、私自身が日本全国にいろいろ行ってるので、いや、地方は地方で仕事があると私は思ってるので、まあ、東京に来なくても全然マジシャンとしては活動できるんじゃないかなと思っています。まあやっぱり東京にいる方がいろんなチャンスとかは多いのかもしれないですね。例えばテレビ系とかも東京にスタジオとかがいっぱいあったりするから、そこでね撮影とか収録ってなった時に、まあ交通費とかね出してくれるとこもあるんですけど、やっぱりオーディションとかになってくると、まあ、東京にいた方がそういうチャンスは多いのかなとは思うんですけど、まあでもマジシャンとしての活動だったら私は地方でも全然いいし、むしろ地方にそんなにマジシャンがいない県もあると思うんですよ。なのでまあそこでね頑張って活動して知ってもらえれば、その地域の仕事を、まあ、全部なんだろう、その方でこう独占できるじゃないですけど、そういうこともあるので、まあ、私は必ずしも東京に来なくてもいいのかなとは思ってはいます。以前ねお仕事を一緒にした山梨県で活動されてるマジシャンの方がいて、何度か現場が一緒で、その時ねいろいろお話聞かせてもらったことがあったんですけど、でそれでまあ山梨って東京の隣近いんですけど、ふと聞いてみたんですよね。東京でやるっていうことは考えたことあるんですかみたいな。そしたらその方は、いやいやもうね山梨県でもう仕事がもう忙しすぎて、もうこっちでやりますっていうことを言ってたんですよ。そういう話を聞くと、あ、やっぱりそうやって、まあ、ある程度拠点があって、そこでまあ仕事をね少しずつでも始めていくと、まあ、そっちでまあ有名になったりとかして、まあ、引っ張りだこなんだなっていうのをすごい話を聞いてて感じたんですね。まあ、私もね東京にいながらいろんな県に行ってますけど、まあ、そうやって呼んでもらえるっていうことはやっぱりそこにねマジシャンを求めている人たちがいるっていうことなので、自分を知ってもらうことから始めていって、でそのなんだろうな、口コミじゃないですけど広がっていけば、すごいお仕事は自分次第でたくさんできるようになるんだなっていうのは私も思っているので、こう地方に住んでる人は逆にそれを強みにねやっていったらいいのかななんて思いますね。2年前の夏ぐらいかな、私ほぼ東京にいなくて20日間以上出張だったかな、その時本当日本全国常に移動してたんですけど、その時になんか、あ、もう私東京に住んでなくてもいいのかなってちょっとぶっちゃけ思ったりもしましたね。全然家に帰ってこなかったので、でもやっぱりまあ東京が中心ではありますよね。
なんか東北行くのも関西とか九州行くのも結局中心だから、移動するにあたってもやっぱりこう通過点じゃないですけど、だからまあ東京はやっぱり便利って言えば便利かもしれないので、まあ、東京に住んでることで移動しやすいっていうのはあるかもしれません。あのホームページとかブログとか、まあちょっと今ブログやってないんですけど、やってた時にいろいろ地方にどこどこ行きましたっていうレポート記事をいっぱい書いてたんですよ。でそうするとそういうの見てくださったお客様からすごい問い合わせがあった時に、まあ、福岡県でねマジックショーしましたみたいな記事をね見た方が、福岡県のマジシャンだと思ってお問い合わせをしてくださった時に、あのいや東京なんですっていう話から、ちょっとその交通費分っていうのかな、あのこの間もね飛行機で行ったからいくらぐらい、交通費だけで8万円ぐらいかかったかな。でそれで九州だとか、まあ、遠ければ遠いほど宿泊とかにもなる可能性があるので、そうするとその移動費と宿泊費とかだけで10万円近くかかってしまうんですよね。でそうなってくるとやっぱり予算的にちょっとね、マジックショーの出演料もあってさらに移動費もあっていって、どん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 金額が上がっていっちゃうので、そうなった時にやっぱりご当地のマジシャンの方をねこう選ぶ方もいるっていうのもあるんですよね。でその時に私はやっぱりこう、まあちょっとやっぱり交通費分の予算とかそういうのがない方にはやっぱりできる限りその場所に近い方をね提案させてもらったりとかして、でそれでね、まあ、お仕事の話を進めていくんですけど、なので女性マジシャンはやっぱり少ないので、この間もね静岡県で4人マジシャン探したりとか、まあ、名古屋で何人か探してたりとか、まあ、あとは九州もありましたねっていう時に、やっぱりその土地にマジシャンがいてほしいなって思ったんですよね。日本のね各地でねそういう風にマジシャンを求めてるねお客さんもいっぱいいると思うので、そこでね多分マジシャンの人数の方が足りてないのかななんてたまに思うことがあるので、地方に住んでる人はそこからね頑張っていったらいいのかなってはい思います。私は旅するマジシャンというハッシュタグつけていつもツイッターでいろんな地方行った時に、まあ、レポートしたりしてたんですけど、いろんな県に行けるとは思ってなかったですね、マジシャンになる前は。それがすごい楽しいなとも思いますし、その地域での出会いとか、ね、そこら辺もマジシャンやっててよかったなと思える一つですね。じゃあ最後に私が日本全国旅して美味しかったものランキングベスト3を発表して終わりましょう。では第3位、ドク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 ン、北海道で食べた十勝牛のステーキ。なんかねちょっとパッと見あんまり美味しそうじゃなかったんですよ。そうぶっちゃけね、そしたらねめちゃくちゃ柔らかくて美味しかった。北海道は、まあ、結構ね魚介食べることが多くて、まあ、お寿司系とかあと海鮮丼とか、函館行くと毎回朝市行くんですけど、でイクラ丼食べたりするんですけど、ただね十勝牛のステーキはめちゃくちゃ美味しかったのはすごい記憶に残ってます。はい、そして第2位がデデ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 ン、広島の尾道で食べた尾道ラーメン。はい、これもめちゃくちゃ美味しかった。なんかねスープが独特なんだよね、あっさりしてるのにこってりじゃないけど、すごい衝撃だった。ラーメンは私あんまり東京に行って食べないんですけど、まあ、地方に行った時にね北海道とかね九州福岡とか行った時はねやっぱりラーメン食べるようにしてて、で尾道ラーメンもすごいなんか美味しいよって言われてて、これはめちゃくちゃ美味しかった。はい、そして第1位はドク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 ン、鹿児島の安納芋。はい、これはもうマジでねびっくりするぐらい甘かった。あの鉄板焼き屋さんに行って、で、まあ、結構いい鉄板焼き屋さんだったんですけど、さつまいもを切って焼くっていうシンプルなんですけど、で鉄板でねじっくり焼いて出てきたのがもうスイートポテト、なんていうのスイーツかよっていうぐらい本当に甘くて美味しくて、なんか砂糖かけたんですかっていうぐらい甘くて美味しくて感動した思い出があります。あとは記憶に残るご当地の食べ物といえば、愛媛で食べた鯛茶漬けも美味しかったかな。あとシンプルに福島のお米、あとは北海道の美深町っていうところに行ったんですけど、そこで食べた野菜はすごい美味しかった。
ラーメンサラダって言ってラーメンの周りにいろんな野菜とかがあるんだけど、トウモロコシとかもすごい美味しかった。本当にいろんなね県に行かせてもらってありがたいですね。今年は秋田できりたんぽを食べたいと思います。で、本当秋田、山形、大分、長崎、この4つはね今年中に行けたらいいなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価させ、チャンネル登録よろしくお願いします。